秋月型巡視艇は、海上保安庁の巡視艇の選挙。区分上は PC 型、交渉線形は、特23メートル型。日本の経済発展に伴い、港湾や狭い水道、沿岸域の海上交通の中密化が問題となっていた。このことから、1973年7月1日に、海上交通安全法が施行された。同法では、 特に船舶交通が複装する東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域における船舶交通の安全を図るため、浦賀水道やイラゴ水道など、通常の海上衝突予防法とは異なる特別のルールを適用する航路が定められた。これらの共水道指定航路及びその周辺海域において安全航行指導及び監視業務を行う。 特殊純指定として建造されたのが本型である。本型は全アルミニウム合金構造、没水部線形は V 型である。強水道での待機など任務柄漂白するケースも多いことから、原油ら装置として、線微量源に油圧転調式のアンチローリングボードを装備した。これによって4から5割の原油ら効果を得られるとされている。 準指定としては長期間の活動が想定されたこともあって、食堂と寝室の分離、冷房の完備、固定ベッドの採用、士間寝室の個室化など、居住性の向上が図られた。また視界確保のためもあり、上部構造は大型化して準指定として初の完全な二層構造となった。航路紹介という任務から準指定としての拘束力とともに、 海上交通安全法による制限速度での長時間航行も両立させることが求められた。このため、主機関は三菱重2 DM20MTK ディーゼルエンジン3機でスクリュープロペラ3軸を駆動し、速力に応じて使用する主機の数を調整する子だと、方式とされた。ありがとうございます。